型紙を使った雪の結晶の作り方です。型紙はコメント欄からダウンロードすることができます。プリントアウトした型紙を太い線に沿って切っていきます。まず点線に沿って半分に折ります。次にこの点線に合わせるように折ります。最後に裏返して60度の角ができるように折ります。さらに2つ折りにします。この部分は切り落としましょう。どんな形にするか考えて線を描きます。線に沿って切り取っていきましょう。これをゆっくりと開いていきます。折り目の部分は特にしっかりと押さえて伸ばしましょう。これで出来上がりです。もう一度やってみましょう。まず真ん中で2つ折り。斜めの線に合わせて折ります。裏返してもう一度折って。それをさらに半分に折ります。この線で切り落として、慣れてきたら線を描かずに切り取っていきましょう。まず外側を取って、中の模様を切り取っていきますが、この時に向こう側まで切り落としてしまわないように気をつけましょう。ちょっとハートの形にしてみます。切り取った部分を開いてみます。ハートになっています。これも後で使います。反対側からも切り取りましょう。真ん中の部分も切り落とします。
これも開いてみます。三つ葉のような形ができていました。開いていくときには先ほどと同じようにしっかりと折り目の部分を指で伸ばしながら開いていきます。一気に開くと破れやすいので気をつけてください。また違った感じの雪の結晶ができました。できた結晶はクリアファイルに入れてぺちゃんこになるようにして保存しておきます。残りの型紙も同じようにしてどんどん結晶を作っていきます。全部切り終わったら色画用紙の上に並べていきます。これは四つ切り画用紙を4分の1に切ったものです。そのまま並べてもいいのですが1枚を半分に切ってみました。これを端っこに来るように置くとレイアウトが変わってきます。レイアウトが決まったら、糊付けします。糊は仮止めする程度に、端に少しだけつけていきます。先ほど切って残った小さな部品も間に貼り付けていきましょう。出来上がったらラミネートフィルムに挟みます。奥までしっかり入れてください。 A4 のラミネートフィルムです。下の部分が開きますので、ここに名札を入れます。裏に軽く糊をつけておくと、ラミネートするときに剥がれません。こちらがラミネートしたものです。切り方や台紙の色を変えて、何種類も作ってみましょう。